ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。どうもミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや先生なんか出たんでしょ。たった今ですね、我々からすればですね、2020明治安田生命 J1、J2、J3 リーグの、日程、すでにあの開幕だけは事前にあの発表されていたんですが、第2節以降のカードに関してが全部出たということで。なるほど、開幕は出てたんですね。そうなんです。もちなみに先生の注目一番これはっていうの開幕カードどんなんですか。開幕はもうこれはもうやっぱり当たり前だと思ってるんですけど、やっぱ今治対 FC 東京 U23 あそっちのJ1 でも J2 でもなくっていうことですね。うわって確かに今治入ってきますからね。今治もそうなんですけど、いわゆる U23 チームが今年で最後の可能性があるじゃないですか。ちょっと残念だな。だそう考えた時に、なんかこれからこう始まっていくぞっていうこう J リーグの中でね、チームとちょっと今後どうなるか分かんないけど、そんなチーム同士が対戦するっていうのがドラマを感じるわけですね。いいなと思ってますね。ということで先生 PDF の方がねもう J リーグ発表してると、はい、いうことでちょっと J1 から見てみます。はい、はい、お願いします。 J1 こちらですけどドン出ました、はい、ありがとうございます。ドン出ましたってこれ一気には表示できないからどうしよう。まあねまあ喋りでいきますか。まあ、まず開幕戦から見ていきましょうか、はい、お願いします。開幕戦が湘南ベルマーレ対浦和レッズが、はい、これが2月21日金曜日、フライデーナイトのだから完全に今年のスタートになるわけですね。いやいいですねこの山田直樹ダービー。そっか山田直樹ダービーが開幕近試合と、そうですね、いうことですね。これ1号もそうだったんですよ2015。うーんあそうよく覚えてますね、はい、いやあの僕あの、独立して、はい、でそれこそあの J リーグをがっつり見始めたのが、このカードからなんですよ。2015年の J1 の湘南対浦和戦っていうところがあって、それがあってすごく記憶に残ってるっていうところがあるんですよね。なんでまたこのカードになったんでしょうかね。なんででしょうね。軍が決めたんでしょうけどね。そうなんですよ、うん、続いてそのまま今度土曜日ですね、2月22日、はい、仙台対名古屋、で柏対札幌、川崎対鳥栖、セレッソ対大分、で日曜日で清水対東京、横浜 F マリノス対ガンバ、広島鹿島、神戸横浜 FC ということで、すごいイニエスタ対カズですね。すげえカードですね。イニエスタ対カズ、あそうだね、それは結構呼び声高いもんねこれね。そうですね、まあカズいやすごいね、このカード。そしてやっぱり優勝チームマリノスはホームで開幕戦と日曜日ね。これもだから結構入りそうですよ ね、まあ、ですね人がね。話題のレイソルはホームで札幌と。そうなんです、なるほどね。これなんかこう開幕戦と割と日程君というよりはこう人為的なこうね狙いが見えたりするじゃないですかいつも。しますね。これ近所湘南ホームっていうのはこうなんか湘南に対するなんかこう相手裏側だしお客さん一番来るカードだし、はい、湘南頑張っていこうよってこと違うのこれ。いやでももしかしたらなんですけど、もう一個あるのが、はい、多分なんですよね、はい、2019で一番入った、スタジアムに一番入ったカードは、マリノス対東京、はいはいそうですね、だと思うんですけど、はい、ダゾン上で一番いろんな形としてあるけど、ダゾン上で一番見られた試合って湘南対浦和じゃないですか。そうかあの疑惑のゴールが、疑惑のというかもう完全なる誤信ですけども、そうそうそう、おなるほど。そう考えればなんとなく納得はいきますよね。はははは、まあ、いろいろあったにせよ双方ちょっと一回これでどうでしょうっていうことだ。そうそうそう、ハッピーに盛り上げて開幕戦で一回じゃあ。なるほど、さすが先生読み解くね読み解くね先生、ありがとうございます。で湘南もなんかこうなんていうの、そう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 、工業的にもあれするし、そう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 、いろいろあったし湘南その前はなんかあれはあれでごめんねっていうことかこれ、うん、おお、あるんじゃないかな。そうか、注目されるし、めっちゃだって満員でしょこれ絶対 BMW。 いやそりゃそうでしょ、そうでしょ、うん、まず裏の客が来るもんだって。いやめっちゃ来ますからね、お客さんがね。そうあーそう、これは読み解くね先生なるほどね。でも神戸横浜 FC に関してはもう言わずもがな、まあ、そうですね、スタートして話題性、しかも日曜日ね、うん、であと16時こうオンリーワンの日程でしょこれね。あと清水対東京もあの長谷川県センターダービーでしょ。読み解くねいや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 、はいはいはい、そっか。でこれマリノスガンバもちょっと遺恨ですよね、
いや、困った。あ、だって元々は、うん、あの小野瀬康介を、ガンバの小野瀬康介をマリノスが取ろうとしていて、だけどガンバに行きます、ガンバに残りますっていうふうに言った結果、今ガンバの中でのユニフォーム売り上げナンバーワンが、あのやっと3を超えて今小野瀬がトップなんですよ、ガンバの中で。そうなの。そう、あら、だそこから残った小野瀬、取れなかったマリノス。なるほど。いや、いいですね。こういうのね、ビッグクラブ同士だしね、こういう浜で盛り上がる。まあ広島アントラーズ、オーアントラーズアウェーで開幕ですね。ここもちょっと面白いですよね。そうですね。まあ、実力チーム同士の一戦にもなりますし。はあはあ、ですよね。まあ、柏、札幌、川崎、鳥栖、セレッソ、大分、仙台、名古屋と、まあこれあれだね。どこはどうでも面白くてどうも読み解けるんだけどね。まあね、結果論、ね、先生であればね。こういうのは面白いよね。なんかのカードを読み解きながらお酒チビチビみたいな回もいいよね、これね。そうですね、ただあとはね、はい、これもうもちろん2節3節全部言っていくと、まあ、信じられないぐらい時間かかっちゃうんで、うでね、あとねもう一箇所見たいところがありまして、はいはい、33、34節見ていきましょう。最終節よりってことでしょ。 そこで何があるのか、ね、日程軍が仕掛けた何かがね。そうなんですよ、じゃあ33からいきましょう。日程軍っていうのは僕はあの伊勢から来た技術だって聞いてますからね。都市伝説可能性あるかもしれませんね。、はい、未来予想33節見ていきましょう、はい、こちらですね、はいはい、33すごいですね。33ってこっからですか先生、はい、これね11月28日ですね、はい、プラス34節が12月5日のものになりますけど、はい、これやばいですね。また33節にマリノス対東京あるんですね。本当だ。で33節神戸対鹿島っていう天皇杯カードが33節、はい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 、あすごいっすね。なるほどな、日程くんよ、なんか考えてるんでしょうね。はあはあ、まあ ACL 勝ち抜いた時のっていうシミュレーションもしてると思うんですよ。そうですね、ことだから、ここ多分そうですよね、多分ね、うん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 、であとじゃ あの ACL 関係ないところで行くんであれば、はい、うん、これは日程くんというよりなんかここもなんかあるんじゃないのかと思うのが、うん、湘南名古屋ってなんでこんないつも終盤にやるんでしょうね。そうなの、あ、そう、絶対終盤ですよね。ほう、そうですか、やるんすよ。うーん、そう、あの名古屋があのちょっと残念ながらあの落ちてしまった時とかも、うん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 、確かここでしたよね、湘南名古屋とかですよね。あ、そうですか、そう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 、うーん、なんかあるんですかね。あるんでしょうね。うーん、名古屋の偉い人が湘南の美味しいお店で食べたい日なのかな、これね。そういうこと。そこ考慮されてないですね。そしてまず一番最後見ていきたい、はいはい、行きたいんですけど、34節、はい、いわゆる最終節ですね、うん、ガンバマリノスがあるよ先生。ところここに何かあるんじゃないかと日程君は読んでる。しかも開幕と同じカードでしょ。いや本当だ、そんなの他に ある。サガンフロンターレもそうだ。であとは鹿島広島。本当だ。あら、あれ、あ、この辺が来んじゃないかと、この辺が来んじゃないかと日程君はもう読んでるということ。読んでるんでしょうね。日程君当たりすぎて逆に推理されるようになってるっていうね最近。いや、そうなんですよね。ああ、なるほど。だからまあここら辺でしかビッグクラブ、ビッグクラブっていうか、うん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 、どうなんでしょうね。だからここら辺どっかのカードがいわゆる 1,2、うん、対決になってもおかしくない。今までのあれを見るとね。そうですね、憎いね日程君っていうね最後になる可能性がある。そうなんですよね。面白いね、まず面白いね。もういや、どこがちょっと優勝するのか、今年はですね、マオさん、はい、まあ、2019シーズンに関しては我々のプレビューなんて言ってましたけど、うん、プレビュー、はい、ちょっと名前変えようかなと。試合前の予想っていうかね、フォーメーションっていうかなんていうの、うん、プレビューありました、はい、変えようと思うんですよね。もう変えるんですもんね。変えます、ええ、なんだっけ、スカウティング。スカウティング、いいですね。変えようと思うんです。スカウティング、スカウティング、スカウティングってどういう意味ですか。いや、もうあれですよ、うん、もう実際にスタジアムに行かれる方に結構やっぱりご視聴いただく機会が多いと思うんですよ、うん、はいはい、こんな感じのとこ見どころですよっていうことですよ。そうです。だから相手チームのここが弱点だから、うん、もうそれこそサポーターから、うん、例えば何々そこあそこ狙えみたいなこと言ってもらったりだとか、うん、スカウティングラジオ、そう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 、ね、まあ、待機列で聞けっていうね、聞いてくださいっていうね、はい、ああそうですか、そういうことがいいかなと思っております。じゃあちょっと J2、はい、J2 だね、 J2 じゃまず開幕戦が見ていきましょう。こちらです、ドン出ました、北九州対福岡。わあ、おお、にくいですね。にくいね。これはね、人間が決めてるよね。これ人間でしょうね。そういうのが分かるから日程で楽しいよねこれね。そうですね。で続いても水戸対大宮っていわゆるレンタルで結構だって、あ、そうだね、そういう関係性の2チーム。ちなみにこれあのプレシーズンマッチ、行われたんですけど、水戸対大宮って、うん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 、水戸勝ったんですよね。あ、そう。そう。
はあ、ちょっと面白そうですね。なるほどね。はあ、はあ、新スタの京都参賀はあれだ、お披露目は第2節なんだ。第2節ですか。だから公式戦として京都は一番最初迎えるのがまた長崎なんですね。うんうん、なんかうまそうですね。2節のこのねホームに迎えるので考えたらね。うん、で第1節で考えてたら他にで言うと岩田山形っていうあのプレーオフの遺恨のカードですね。ああ、山の神。憎いですね。憎いですね。あ、そう。山岸さんのやつね。そうですね。うん、あとね徳島対ヴェルディね。はい。梶川亮太選手とかなるほど、上福本直人選手がヴェルディから徳島に移籍したっていうところがあって、うん、それで早速この2チームなんで東京から見に行ったろうかなっていうね、いるんじゃないですか。むしろ梶川対小池っていう、なるほど、2人の対戦をこれ見ることができると。そっかそっか。あと僕その次ですね、長崎対栃木、はい、ここちょっと見ものだなと。うん、もう完全なる高杉亮太ダービーじゃないですか確かにそうですけどね。そうですね、超楽しみですね。うんうんうん、このやっぱ、ホーム開幕戦だと1節も2節もまあ入りとってはないと思うんですけど、はい、この裏表っていうのはどうやって決まってるんでしょうね。いや、そうですね、まあ、割と余裕があって、なんかこの第1節の方がお客さん入るっていう、第2節でも関係なく入るっていうところは2節にしてるような気もしないではないんですけど、まあ確かに、ね、あとはあれですよね、スタジアムだったり、はい、周辺 の、 公共交通機関の影響とかで、この日のここはダメだよっていうふうになってるものとかもあると思うんですよ。他のなんかライブとかの関係とか、あ、そっか、そういうのもあるか。 それを多分先に入った状態で入れてるね、日程がいろんなもん入れてるね、やってると思うんですけどね。じゃあちょっと、はいはいはい、こちらも、うん、最終節あたり見に行きましょうか。ちょっと第2節の北関東ダービー見なくていいですか水戸対栃木がある痛い、これ見とくべきですよ ね、まあ、ね、これ。そうですよね。いや、それ言い出したらもう全部見たくなって、群馬もお迎えしての北関東ダービー久しぶりですからこれね。いいですね。圧倒的に北関東の王は鹿島アントラーズなんですけどねそこはね、棚上げして我々はね競ってるんですそうですね。じゃあその J3 もあるんで、はい、ちょっと見に行きましょ う、 しょう。そう、最終節 J2 の最終節こちらですよ。ドンということですね。第42節、はい、山形対岡山、ね、はい、山々、はいはいはい、あれ、なんかまたこれも終盤戦なんですね。うん、大宮対栃木、ああ、二手君は多分ここが優勝争いなんじゃないかな踏んでるってことかな、まあ、もしくはプレーオフ争いはいはい、はい、ですよね。うん、あ、そっか、プレーオフ争いね。うん、そうだね。で次千葉対山口の山下啓太ダービーがここに入ってきて、またヴェルディ対徳島、ここなの。本当だ、最終節なんかあるねこれ。これプレーオフとかありそうですよね。あ、そうです ね、 ね。あ、で甲府愛媛、うわ、新潟ゼルビアも面白いこれ。いや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 、ね、これあれでしょう。だから、うん、町田がちょっと昇格とか、例えばプレーオフかかってるところで、うん、春山美咲がいるわけですよ。そんな春山美咲が地元新潟に凱旋して、そこでゴールを決めてどっち行くのかどうかみたいな、そういうゲームでしょきっと。これ先生、はい、ライブできるんじゃないですか、この本当に、ね、日程表トークだけに。はあ、なるほど。そうか、そういうそんなドラマもあるかもしれない。おりえますよね。はあはあはあ、京都さんがジュビロ磐田も最後にね。いやー、荒木第5ダービーってことですよね。なるほどね。うわ、いや、ダメだろこれ。先生がすごいもう嬉しそうに見つけた見つけた、指差してますよ。ダメでしょ、指差してます。福岡対水戸ですよ。はい、遺恨しか残らないことしてるでしょ。また、あ、その遺跡関係ね。あれ、監督、監督、ドラマチックだね。長谷部監督ダービーですよ、ここ。それはでも開幕戦には持ってこないわけね。やったな、やったやった、うん、そんなこと。はあ、山形岡山も面白いしね。いや、全部面白いですよ。あとだって J1 からやってきた松本と、うん、J3 からやってきた北九州が、うん、ね、これ最終戦で、まあ、ある意味で、ね、1年経過してどうだったんですかってところをこう答え合わせ的な感じで当たる。 そんな部分での当たり方にもなりますよ ね。 なるほどね。で金沢、群馬、琉球、長崎と、うん、面白いですね。これはもう J2、J3 の、ね、歴史もこう積み重なってて、いろんなね、こう語り代が生まれてる、うん、これ10年後これがパンって出た日にもっと喋れますよね。いや、そうですわ、いろいろあるわけだから。いや、楽しいな先生、ね、ちょ、日本酒10年ぐらい寝かしておきましょうよ日本その時のために熟成古酒にしておきましょうねちょっと気になるのはちょっと戻りますけど、第2節の京都、小倉落としですよね、はい、が長崎なんですよ。そうだね、これうまいですね、商売的にもなんとなくそんな感じしますね。どうして、いや、なんかやっぱジャパネット的な、
あの長崎も新スターできるしね。そういうのもあるのかしら。あるのかもしれないですね。あららららら ら, ら, ら、いいじゃない。楽しみだな。いいじゃない。違う、見間違えました。すいません、間違えました。そして実は帰り先の群馬は新潟を迎えてホームってことだから、これはお客さん迎えるでしょ、これね。迎えるでしょ。いやー、楽しみか。なるほどね。じゃあちょっと J3。新潟はアウェーアウェーで始まるんですね。あ、三節がホームですか。そうだね。お、最初回ホーム開幕戦は千葉なんですね。千葉か。面白い。面白いですね。なるほど。じゃあ J3。J3行きましょうか。はい。朝までできるぐらいですね。はい、どんでました J3 開幕戦でございます。はい、うん、開幕がまあだから僕一番注目としては、はい、今治東京ではあるんですけど、はい、それ以外もいや、もうもちろん全部楽しみなんですけど、今治東京 U23 ね。はいはいはい、はい、まあ、まず東北ダービーやるのが福島対秋田。はい、いいっすね。あ、そっか、いいね、いいっすね。あとはこれでしょ、まあ、相模原と藤枝近いでしょ。近いところでありますね、うん、であとはね、秋田監督、うん、デビュー戦は VS 讃岐ですね、うん、あ、岩手のね、岩手のね、はいはい、新生グルージャ盛岡超ですから、もうやばいですからね。そうね、あとは、ね、大卒軍団、はい、長野パルセイロが望むのは VS 岐阜、うんうん、岐阜、そっか、いやー大変。で、あとは川森ユーマダービーになるアスルクラロ沼津 VS 鹿児島ユナイテッド、うん、いや、いいなうん、という J3 開幕と2節になってますね。2節見ましょうか、うん、藤枝グルージャ、グルージャここあれですね、うん、2連続アウェーなんですね。ホームはホームスタートは第3節のロアソ戦ってことになるんですね、グルージャに関して言えばね。はい、たまらんね。あとか、そして今治は一節二節と、あ、本当だ、共に U23 組からのスタートなんですね。これどうなんでしょうね。ね、また J3 もこう2層あるじゃないですか、割と U23 チームの戦い方と他のチームの戦い方、ポジション型とカウンター型とありますからね、うんうん、だからある意味ではちょっと第1節第2節は戦い方に似てるかもしれないけど、うん、第3節で急にこう揺り戻しがあったりするガイナールですからね、アウェーのガイナール、ね、ちょっと面白い感じになってくる。注目の今治どうなりますか。楽しそうだな、うん、いいなですね、はい、セレソ ISCC もこれ楽しみだな。いいな、じゃあ続いてちょっと、じゃあさあ日程くんは最終節回りどんな予想しているか、はい、これ優勝争いの、 ね、日程くんっていうのは究極のデータですからね。ってことで、はい、第38節見ていきましょうか、はいはい、一番最後からですね、うん、今年は今治が入ったことによって奇数クラブになるので、はい、クラブ数が、はいはいはい、そうですね、なので、34節から38節へと、数が変わりました。でその12月13、はい、いや、かなり遅く終わるんですね。そうですね、そうですね。でまた福島対グル、あ、今度福島対グルージャか、うん、さっき福島対秋田ですもんね、うんうんうん、東北ダービーで開幕して東北ダービーで終わると。なるほどね、ね、で今治はカターレ富山、はい、いや、そして面白いのが、うん、鹿児島対岐阜ですよ。はいはいはい、最終節、いわゆる J2 からやってきた2チームが最終節で当たると。だからこれ J リーグ側としてはここがそういうカードなんじゃないかっていう、昇格争いの最後の山なんじゃないかなという、ね、可能性はありますよね、うん、あと面白いのが静岡ダービーで終わるんですね、藤枝対沼津、はいはいはい、だしお互い攻撃的なチームである熊本対鳥取なんかとか、あとは FC 東京 U23 VS ガンバ大阪 U23、 これはもう J1 での優勝争いも引きずってるかもしれないですもんね、これね。そうですね、うん、あ、なるほど、セレッソがその前で終わりなのか、うん、ああ、そっか、そうか、最終節1個余ってるからね。そうですね、うん、と見ると37節まで見ていくと、うん、そんなセレッソの最終節が U と U になってる。おろ、これなんか代表戦絡みですか。なんかあんでしょう ね、 ね、よく考えるとね、ここはちょっとお互いトントンでしょみたいな、どっちも人足んない時期でしょみたいなかもしんないですね。かもしんないですね。そこはちょっと調べてみないと分かんないですけど。そうですね、あんまりこう最終戦周りで他のチームに影響したくないんじゃないでしょう、ね、要は昇格しないチームだからこれっていうのは、なんかこう大事な局面であんまりね、こう上位と当てるとみたいな。あ、それマーさん、ええ、合ってるかもしれませんよ。でしょ、だって、うん、今あくまでこの2020年の1月21日時点ですけど、うん、はいはい、
藤枝も沼津もライセンス持ってないですよね、うん、おーなるほど。だし福島とグルージャもライセンス持ってない、うん、そうかそうかそうか、その辺のなんでしょうね、そこ管理してんのか。なるほどね。うわ面白いわ。うわ日程さん、日程さんやるね。もうくんなんて呼べないですね。くん呼べないです、ね、ここまで来ると日程さん。うわなるほどね、そういうのが仕掛けてあるわけか。でだから同じですね、やっぱり鹿児島岐阜はやっぱやってきたチームだし、うん、J2 からで熊本鳥取、まあ順位的に言うと2019年、まあ、似たような順位で終わってる、うんうん、ところでしょ、はい、でまあ長野八戸も似た順位で終わってるし、はいはいはい、そういうことですか。各種データからね、うん、そうなってきてるわけか。面白いなこれ意外と盛り上がりましたね最初ねちょっと疑心暗鬼しながら始めた回だったんですけど、そうですね、先生とやっぱ見たら何でも面白いですね。楽しいですね。これはこれで非常に深いデータです ね、 ね、これは面白いな、ワクワクしてきたな。まあ、さんの笑顔のおかげだな。早く始まんねえかなまあさでもね、うん、本当にもうあと1ヶ月後に始まるんですよ。始まるでしょ。で始まったら毎週わーわー言うてる間にもうまたこれだって12月って書いてもう冬だよこれ夏挟んでんだよこれ早えなだってオリンピックとか無視した話ですからね今。そうですよ、この間に東京オリンピックがあって、あれそういえば東京オリンピックの中断いつ終わるの、いつあるのかってこと確認したいですね。ちょっと確認したいですね。じゃあ J1 見ます。そうですね、 J1 から確認してみましょうか、はい、夏のいいよけれども、びっくり、何どうしたの。21節と22節の間をまずちょっと見ていただきたい。あーここですね、J1 で考えれば7月の5日で終わり、はいはいはい、21節ですね。なるほど。で22節再開が8月14日、うん、1ヶ月以上空くんだね。5週間空くんですね。5週間、でだから2月の末に始まって12月の頭に、うん、まあ終わるわけですが、まあ、途中代表戦で抜ける期間だとかもまあちょこちょこあったりするので、はいはい、まあ、例年だいたい9ヶ月のシーズンなんですけど、はいはい、それに比べたってそこからさらに1ヶ月不足するわけだから、うん、まあ、ギュッとなるってことだね。ギュッとしますね。これはまたコンディショニングも変わってくるってことだ ね、 変わってきますね。特殊な年になるということですね。ちょっとね、頭移動だったりそういうのも大変でしょ、まあ、その期間はやんないのか。 でもだってあとルヴァンあったり ACL あったり天皇杯あったりもしますから。でさあな、で今年ねちょっと難しいのがですね、うん、これこれはちょっとプロっていうか試合の話とちょっと関係なくなってしまうんですけれども、はいはいはい、皆さん、サポーターの方々にあるんですが、はい、うん、なんかね甲子園の日程すら縮まると言われてるんですよ。高校野球、そうだから普段だったら8月20日前後ぐらいになんか決勝とかやってたりするんですけど、うんうん、なんかねそこもキュッといろいろあったりだとかなんだとかあるみたいなんで、いろんなことに、甲子園関係なさそうだよ、東京じゃないし。いやでもだから、東京では関係ないけれども、いわゆる大阪近辺で移動される方々、うんうんうん、ちょっと大変かもしれないですね。そこで試合数がもともと甲子園って4試合とかなんですけど、1日マックスでも、そこ5とかになる可能性があるんですよ。入場更新も、入場講師はもう最初もう先生我々は頑張ります巻いてるな、巻いとるわ。いや阪神園芸なんかめっちゃ変、いつもよりこうトンボかけんの、まあ、ちなみにプレボ次行っていい、もう僕も巻きたいんだけど、そこ今日収録短いのごめんなさいね、今日先生この後仕事だからね。そうですよね、はい、でね、まあさ私会食ですからこの後ねそうですか、はいはいはい、4試合なんだけど、はい、甲子園の会場時間って何時か知ってます？あ、この10時、うん、8時、うん、6時、そんな早いの？もう6時とか6時半だったかなには、お客さんも入っちゃうんですよ。でも場所取りとか始まって8時ぐらいから8時半ぐらいから1試合目スタートするんですよ。で大体7時とかに終わるんです、19時、うんうんうん、だけどそれが5試合とか6試合になる可能性があるって言われてて、うんうんうん、ってなると8時ぐらいからスタートして終わるの10時とかですよ。うわすげえ。そう、へえ、多分それこそ毎試合観戦される方からしたら、うんうん、10時で終わって、うんうん、もうすぐ近くのホテルでしょ、もうそれだって自分のことだから、まあね、休んだらいいじゃないですか。でもただなんだフルで見る人とか少なくなると思うから、ね、スコアブックつけてる方とかね、そうそう、移動が多分大変になるので、うん、皆さん公共交通機関の諸々にはご注意ください。だって関西でしょ、なんで東京オリンピック関係あるの。
え、だって全国でやるんでしょ東京オリンピック。あ、まあそっか。そう、え、札幌と東京じゃないの。え、もっとある。大阪でもなんかやんの。そう、あ、だってあれどっか日本じゃないのもなかったでしたっけ。日本じゃないの、はい、知らなかった。あれ違うっけ。わからない。もう僕ちょっともうサッカー見すぎておかしくなってる。そうなんですよ、もう訳わかんないですよ。日本じゃないのもあんの。そりゃないでしょ。それは先生ないって。そういや、まあまあいいじゃないですか。ググっていただいてる。いや俺それ知らなかった。でもあんまりこう、ね、民放のニュースとか見れてなかったりするからちょっと俺そう全くね、そんなことも知らないのってこと知らないんで。ねえ、一応千葉なのかな。あ、千葉ね、うん、あのセーリングとかでしょ。そう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 、海のやつ。そうそうそう、よかったわ。日本じゃないのないよ先生。さすがにそうですよね。そうですか、はい、わかりました。まあいろいろね、情報にブレがあったら大変申し訳ない、まあ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 、お詫びいたしますけれども。まあでもなんかサッカーも野球も何でも好きっていう人からすれば、うん、本当にもうてんてこまいなシーズンになっちゃうと思うので。そうですね、いやそのエキサイティングなシーズンになりますよね。まあ少しずつね。 J1J2 は、はい、中断なし。あ、じゃあ J2J3 は、 J2J3 も中断だと思います。プロ野球も中断するので。あ、そう、あ、 J2 は7月19から2週間3週間ですか。はいはいはい。 J2 あって J3 も中断はある。 J3 もそう、 J3 も同じですね。7月19で最後で8月の10日スタートなので、はい、なるほどね。やっぱり7月の下旬と8月の上旬は少なくともサッカーがないと、はいはい、なるほど。ただその間は東京五輪世代に中断ということになるんですね。そっか、まあ5月にはチャンピオンズリーグとかもありますし、6月にはユーロもありますし、はいはいはい、ちょっとそうですね、サッカーカレンダーっていうか、なんていうんですかね、そういう意味でのカレンダーも先生にお話しいただきたいなっていうのありますね。作りますか、ええ、カレンダー、ね、注目カレンダー。そうですね、ええ、で一緒にちょっと作ってくれる方募集しております。あ、そうですね、そういうのなんかよろしくお願いします、ね、器用な大学生の方とか募集してあとデザイナーの方とかね。あ、そうですね、アンカーですけどね、はい、やるならばね、ぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。そういうの大体のイメージをね、僕は、ね、行き当たりばったりで、あ、そうなのなんて見てるけど、こうやっぱ年間スケジュールで見てるわけでしょ、やっぱ試合巧者は。そうですよ、うん。あとただまあね、もうだって今航空券取ったりするんでしょ、みんなこれが出て瞬間、多分瞬間的にもうそうでしょ、はい、でプラン組んで、はい、有給どこにしてみたいな、あそこで何食べてなんつってググって店予約してみたいな。だそういう人の話聞きたいんだよ俺。だばあさん、そういう試合巧者がこういう日程にしましたっつって達人っつって、いやいや、それを全チーム分ゲストで呼びたいアウェーの達人っていうコーナー作りたいね。電話でもいいです、電話でも。電話、あ、我こそはあれアウェーの達人って方はちょっと電話でつないで一回収録したいね。いやいいですね、こういうプランになってます。あ、マジっすかなんつって毎年この店に行くんですけど、今期からはねどこが来るんでこういう店楽しみですみたいなただね、どこがあのいなくなっちゃったんであそこ行けなくなっちゃって悲しいですとか、そういうのちょっと聞きたい。アウェーの達人、アウェーの達人、遠征の達人、遠征の達人、遠征の達人ちょっと募集してますね、各チーム。なるほどね、面白い、これは聞きたい。ね、我々はあれですから、あんまり遠くに行くことができないですから。できないですからね。仕事がありますから。忙しいので、ね。そう、ね、自分で言うんですね。これスタイルね。いや、見るわか、わかるでしょ。毎朝出してるから。忙しいんです我々。ですからぜひね、旅した気分になりたいじゃないですか。そうですね。東京離れられないですからね、どうしてもね、あんまり。うんうん、ね、はい。はい。ということでちょっと募集してますね。それでもね。見るわかツイッターまでお寄せいただければね。はい、よろしくお願いします。僕も全部見てますね。お願いします。はい。はい、ということで。何ですか、日程表トーク、日程表トークお送りしてきましたけれども、いやワクワクしちゃいますね。もうだこの日程君に対して、はい、いやよくやったっていうのか、それともこれやろうって思うのか、はい、それはちょっと終盤でいろいろ明らかになってくると思いますので、うん、まあ、楽しみにしつつ、今年も2020シーズンの J リーグもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 でも日程君すげえな、神がかってんなってことが多いじゃないですか、うん、ってことは結局、はい、裏日程君っていうのを我々が組むとするじゃない、はいね、被らないように、その時にあーすげーなって思うかどうかですよね。あ、そうですね、来年2021シーズンは複雑な遊びですねやってみますか、予想裏日程くん、裏日程くん作って、もうだって答え出てるからこれ複雑なんだけど、何分の何当たるかみたいな、その勝負好きですね、数字で遊ぶの好きですね、数字は何つでも遊べる、お金1円もかからずに遊べる一回深呼吸してるということで毎朝出してますんでね、ぜひチャンネル登録してくださいよろしくお願いします。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。はい、毎週もやってます、月曜日6時、そして月曜日もやってます、詳しくは概要欄ご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もワクワク楽しんでまいりましょう。
いってらっしゃい。いってらっしゃい。